リビエラ線は、エクセターからダウリッシュ、テインマスを通って、イギリスのリビエラと呼ばれるリゾート地、デボン州、東米までを結ぶイギリスの鉄道路線である。エクセタープリマス線とサウスデボン、鉄道防波堤付近で線路を共有している。ナショナルレールの戦略経路の、内ウェールズウェスタンルートを構成する。かつては、ルート12、 系ルートを構成していたスタークロス機関湖エクセターからテインマスまでの鉄道はサウスデボン鉄道によって1846年5月30日に開通し同年12月30日にニュートンアボット駅まで延伸された本線がプリマスまで延伸すると1848年12月18日にニュートンアボットからトルケーまでの支線が開業した9年後 これらとは別に、ダートマス東米鉄道が1859年8月2日にペイントン駅まで開業した。この路線は当初7フィート014インコーキの単線として、イザムバードキングダムブルネルにより建設された。大気圧鉄道として計画されたがこれは1847年9月13日から1848年9月9日。 までの約1年間しか使用されなかった。サウスデボン鉄道の機関庫は現在でも沿線で見ることができる。線路は1892年5月21日に標準期に改め記され、数年かけて伏線化された。この際テインマス近辺の数カ所のトンネルが撤去されている。ダートマストルケー鉄道は1872年にサウスデボン鉄道と合併した。 この企業は1876年2月1日にグレートウェスタン鉄道に統合された。GWR は1947年運輸法によって1948年に国有化されイギリス国鉄の一部となった。1977年国有産業に関する特別委員会は国鉄各線の電化を勧告し1979年までに イギリス国鉄は2000年までの計画を発表した。ブリストルエクセター線、エクセタープリーマス線、リビエラ線、コーニッシュ本線もこれらに含まれていた。電化計画はジェームズ・キャラハン政権で進められたが、マーガレット・サッチャー政権に代わると中断され、復活することはなかった。民営化後は、サウスウェスト・トレインズがウォータールー駅からソールズベリー駅を経由して、 ペイントニアプリーマス、ペンザンスへの路線を経営した。2009年12月からは、エクセターセントデイビッツ駅より東側のみの運行となった。ありがとうございます。